こちらの新型車、人間だけでなくこのような大型動物を検知することができ、衝突を予防してくれる機能がついているということです。ボルボの新型車は車両に搭載されたカメラで大型動物を認識する機能を世界で初めて搭載しました。大型動物が近づくと警告音やランプでドライバーに知らせ、自動ブレーキが作動するということです。動物は人間よりも動作が複雑で、向いている方向によって形が大きく異なるため検知するのが難しいとされてきました。海外では鹿やカンガルーなどとの接触事故が多く、国内でも北海道でエゾシカとの接触事故が年間2000件以上発生するなど、大型動物との接触事故が深刻化しています。ボルボは今後も安全技術の開発を急ぎ、2020年までに自社の車での死亡事故をゼロにする目標を掲げています。